1982年4月、サファリラリーは記念すべき第30回を迎えた。日産ファクトリーチームは4年連続完全優勝の大記録と、日産およびプジョーが持つ6回優勝の記録を7回に塗り替えるべく、日産シルビア3台、日産 PA 店1台をワークスエントリーした。メカニックは若林隊長以下、サファリを知り尽くした男たちばかりである。各自の仕事がテキパキとこなされ、ラリー車の最後のチェックが進む。そして日産チームの頼れるドライバー、メッタ、カークランド、サロネン、ポンド、これらのラリストたちによって耐久性とスピードを兼ね備えた 4VDOHC エンジンが5000キロを超す過酷なラリーに挑戦するのである。